私がおすすめするのは、紐なし、貼るマスクです。そんなのあんの通常マスクは紐を耳にかけるタイプが一般的ですが、これは、シリコン素材の部分を貼り付けて使用します。えぇ、ー、ヌーブラみたいなこと <laughs> 新年最初の放送でも、 寝ている間にずれてしまうと言っていましたが、これなら寝ている間もずれにくくておすすめですよって。そんなのあるのすごい知らなかった。え、でも、相当ぴったり貼り付くっていうことなんですかね。ええー、普通に薬局とかで売ってるのかな知らなかった。まあね、喉周りはもう、まあ私よりももっと詳しい方いっぱい業界にいらっしゃいますけど、 うんでも結構ねやっぱマスクして寝るのはすごい効果があると思います取れちゃうけどでもつけないで寝るより、ね、つけてない時間が短くなるじゃないですかだからやっぱりねマスクして寝たり、まあ、息苦しかったらあれだけど、まあ、加湿器もそうですけどねなんか、うん、乾燥させないっていうのは本当に大事だと思いますね 私がよく言ってて、誰にも賛同を得られてないんですけど、あの、朝起きて喉が痛くてマスクがはぐれ外れちゃってる時に、あの、二度寝する時間があったら、もう朝起きた時でもいいから、マスクをつけて二度寝すると、乾燥で喉痛いのが治ってるっていう現象に、 名前を付けたいし、共感を得たいんですけど、特に誰にも理解してもらえないけど、ちょっとやってみてほしい。朝起きて喉痛かった時マスクしてね、二度寝するので結構良くなった人いたら連絡ください。